ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。福島みずほさん。立憲、国民、新緑風会、社民の福島みずほです。会派を代表し、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案について質問いたします。質問の前に、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた皆さんに心から哀悼の意を表します。また、現在闘病されている皆さん、ご家族に心からお見舞いを申し上げます。そして懸命に現場で医療に従事している皆さん、公務員の皆さん、介護や保育、公共輸送やスーパー、コンビニ、ドラッグストアなどで必要な物資を販売してくださっている皆さんに心から感謝を申し上げます。感染症対策として緊急事態宣言の延長がなされました。解除も検討されています。しかし感染の実態が分かっていなければ決定できません。日本の最大の問題は実態が分かっていないことです。総理は1日に2万件の検査が可能だと言いましたが、ほど遠い現状です。厚生労働省は最近、37.5 度が4日間続くという基準を削除しました。厚生労働大臣にお聞きします。多くの人が PCR 検査を受けられなかったという反省はあるのでしょうか。政府は PCR 検査の抑制をしてきたという自覚はあるのでしょうか。その根本的な転換が行われたと理解してよろしいでしょうか。また検察庁法改正法案が衆議院で審議されています。この法案は内閣が検察官の人事に介入できるもので、準司法官たる検察官の独立性を破壊し、法の支配を踏みにじるもので、断じて許すわけにはいきません。ツイッターデモが行われ、600万を超えるツイートがありました。国民の中に反省の反対の声が広がっています。与党の皆さんもこの法案がおかしいと思われませんか。そこで法務大臣の見解をお聞きします。法務大臣はこの法案の答弁のため委員会に立つべきだと考えますが、いかがですか。大臣は昨年11月1日の大臣就任の訓示で、法務省の使命は国民の皆様からの信頼なくしては成り立たないとして、国民の皆様の声にしっかりと耳を傾けていくことを主体と強調され、国民に信頼される法務行政を一緒に作り上げていきたいと訴えています。そして困難を抱える皆様を一人でも減らしたい、正義を実現したいという意思を強く持って職務に取り組んでいただきたいと呼びかけました。今回の改悪法は、内閣が個々の検察官を審査して、役職定年の除外や定年延長を可能にするもので、政権の意のままになる検察づくりそのものです。検察官の独立性公平性を破壊する大改悪であり、三権分立と法の支配を踏みにじるものです。600万を超えるツイッターの声にしっかり耳を傾けてこそ、信頼される法務行政を作ることになるんじゃないんですか。黒川高検検事長の定年延長のご利用しを正当化する法案で正義は実現できるのですか。弁護士になってからは弱い者を守り、頑張る者が報われる社会を目指して頑張ってきたという森法務大臣の率直な思いはいかがですか。次に、国家戦略特別区域法、スーパーシティというバーチャルな社会を実現させる法案について、地方創生担当大臣にお聞きします。これは現実には住民のためのものでなく、自治と公共性を破壊し、プライバシーのないミニ独裁国家を生み出そうとする法案です。バーチャルな都市をみんなが望んでいるんでしょうか。多くの人が望んでいるのは、医療や介護や子育て、保障など具体的なことであり、リアルな生活に優しい地域づくりです。スーパーシティ構想は2018年10月、竹中平蔵氏を座長とするスーパーシティ構想の実現に向けた有識者懇談会が発足し、2019年2月に最終報告がまとめられました。その直後、内閣府は法改正案を国会に提出する準備にかかりますが、内閣法制局から待ったがかかります。何が問題となったのでしょうか。憲法94条に反することが問題になったのではないですか。
スーパーシティ構想の肝は、政府や自治体、企業、個人など、異なる主体が保有するデータです。例えば国は、国民の年金給付や納税、介護や医療に関する情報などを保有しています。自治体も各人の住民税等の納税、住民票や戸籍、教育、水道など、公共サービスの利用状況等、多くの情報を有しています。企業はさらに多様な個人情報、金融機関であれば預貯金額、電子決済企業であれば購入履歴、さらに IT 企業はインターネットの閲覧履歴、スマホの位置情報を通じた行動履歴などを保有します。これら個人情報は国、自治体、企業が各法令に基づいて適切に管理することが定められており、各主体が個人情報を勝手に提供し合うことはできません。しかし、スーパーシティ構想では、この垣根を取り払い、事業主体となる国家戦略特区データ推進基盤事業者が、必要なデータを集めて管理、活用しようとするものです。改正法案の条文上では、データ連携基盤事業の実施者は、国や自治体にデータの提供を求めることができる規定が盛り込まれています。北村大臣は、国や自治体が持つ住民の個人情報について、本人同意が得られていないなど、個人情報関係法令に違反している場合、国や自治体は提供を拒むことができると答弁しました。しかし、国に適用される行政機関個人情報保護法は、公益に資する場合などの特別の理由があるときに、本人同意や通知がなくても、国は事業者への個人情報を提供してもよいと認めています。スーパーシティ構想の下では、個人情報の提供がなぜ特別の理由に当たるのですか。政府は個別事例で検討としています。それでは、行政機関個人情報保護法が今まで個人情報を保護するために作られ、整備されてきたことを覆し、破壊してしまうのではないでしょうか。どこに正当性があるのでしょうか。また、自治体の場合は、それぞれの個人情報保護条例に沿う形になりますが、ここでも本人同意なく、データが提供されるかどうかは、各区域会議での判断によるとされています。国や自治体が本人への合意や通知なく、個人情報を事業者に渡す可能性もあることが、国会審議でも明らかになりました。法律で個人情報保護をしてきたにもかかわらず、スーパーシティであれば、なぜ同意なしに個人情報を提供することができるのですか。なぜスーパーシティであれば、他の地域と違ってプライバシーや人権を考慮しないことができるのでしょうか。国家戦略特区データ連携基盤は、データの連携を可能とする基盤を通じ、データを収集・整理し、提供するとされています。しかも、他の都市と相互接続することができます。その地域の個人のさまざまな情報が、他の都市にも流れていくということではないですか。国や自治体や民間企業、個人が持っているデータが、API、そしてデータ連携基盤に集積され、さらに企業に転用されます。国や自治体が持っている巨大な個人情報や、他の民間企業が持っている情報を、ある民間企業が入手し、その会社に蓄積し、その会社のさまざまな利益のために利活用することを推奨するのでしょうか。個人の利益は優先されないのでしょうか。データ連携基盤を運営する事業者とは、どういうものを念頭に置いているのですか。巨大 IT 企業か、コンサルタント企業か、外資系企業も含まれるということでよろしいですね。その事業者の選定は適切に行われるのでしょうか。またその事業者が個人の同意なく個人情報を売ることができるのなら、個人情報の管理を適切に行っているか、監視するための機能が必要です。どうやって誰が事業者の事業を監視するのでしょうか。データ連携基盤を運営する事業者や情報を入手する企業は、自らの事業のために、利益を上げるために、スーパーシティの事業に関わります。それでは、スーパーシティは住民のためにあるのでしょうか。
カナダ・トロント市では、市がウォーターフロント地区をスマートシティにしようと計画しました。Google 関連企業が参画し、監視カメラデータで住民の行動データを利用することが含まれていました。裁判が提訴され、原告は、カナダは Google の実験用マウスではないと主張しました。5月7日、Google 関連企業は、プロジェクトから撤退すると発表しました。住民の懸念の声が政策を変えたのです。アメリカのサンフランシスコ市議会では、2019年5月14日、公共機関による顔認証システムの導入を禁ずる条例案が可決をされました。大企業による顔認証システムの使用は、住民のプライバシー権の侵害をはじめ、重大な問題をもたらすとして、地域の住民が反対をしたのです。警察や市交通機関を含むすべての地方機関は、顔認証システムの導入ができなくなり、ナンバープレートリーダー、DNA 解析などを含む監視技術を新たに導入する際には、市の承認が必要となりました。住民は監視社会を作り、大企業が情報を独占し、利益を上げるための手段ではありません。住民はバーチャルな未来都市ではなく、リアルな医療、介護、子育て、教育、公共輸送などのインフラを守り、住みやすい街を望んでいるのではないでしょうか。IT 化をはじめ、科学技術イノベーションを暮らしや地域に取り入れ、地域の課題を解決していくことには、もちろん一定の意義と効果があります。問題は、それが住民の実態やニーズを踏まえ、ボトムアップで提案され、かつ運用や責任に自治体や住民が参画して行っているかです。スーパーシティの中で、住民自治や民主主義に基づく決定や運用が担保されているとは到底思いません。どのように住民自治と民主主義を担保しているのですか。そもそも、規制改革会議や PFI 推進室などは、この間も水道法民営化法や種子法を廃止、卸売市場法を廃止など、暮らしの基盤を支えるルール、規制を壊し、自治や公共性を攻撃、後退させてきました。スーパーシティや地方創生という名のもとで、自治体が競争に駆り立てられ、終わってみれば、利益は東京に還流されていくという悪循環は断ち切らなければなりません。なぜ規制改革が全国に展開せず、日本全体の経済成長にもつながらないのか。それは国家戦略特区が地方自治体の実態やニーズよりも官邸の意向ありきで立案され、各省庁を飛び越えたトップダウンで進められてきた点が関係しているのではないでしょうか。これまで内閣府は国家戦略特区の立案において地方の声を本当に聞いてきたのでしょうか。国家戦略特区の決定プロセスも透明性が低く、特定の委員やその関連企業がなど利害関係者の関与の疑いが強いと言われています。その象徴的な事例が加計学園の獣医学部新設問題で、申請から決定に至るまで首相の圧力ないしは官邸の忖度によって公正な判断が歪められたのではないかと追及されました。国家戦略特区はその公平性や透明性がないことが指摘され続けています。国家戦略特区は廃止すべきではないでしょうか。安倍政権が新型コロナウイルス感染症対策において迷走に次ぐ迷走を行い、あまりに遅く的確な対応が打てない最大の理由は、安倍政権が国民と命と生活に向き合う政治を一切してこなかったからではないですか。国会ではこのスーパーシティ法案、検察庁法改悪法案、種苗法改悪法などが審議をされています。今はコロナの問題の解決に専念し、全力を挙げなければならない時です。これらの不要不急の法案の審議をすべき時ではありません。
自粛と補償はセットだと私たちは言ってきました。感染で亡くなるだけではなく、政府の無策によって亡くなる人が出てきてしまうのではないでしょうか。野党が提案している家賃支援法案、コロナ困窮学生支援法案、子ども支援法案などこそ成立させていこうではありませんか。住民の情報を吸い上げて、大企業が潤う構造のスーパーシティ構想は、憲法にも法律にも反し、住民のためにならないということを申し上げ、質問を終わります。国務大臣。はじめに憲法第94条との関係についてお尋ねがございました。スーパーシティ構想の実現に向けた有識者懇談会において、地方公共団体がその事務に係る政省令について条例で特例を定めることができるようにする可能性が提示されたと承知しております。これを受けまして、内閣府が内閣法制局に相談をいたしましたところ、憲法第94条において地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができると規定されていることから、条例により政省令の特例を定める、いわゆる条例による上書きはできないとの明確な見解が示されたと承知いたしております。その見解を踏まえて、内閣府から内閣法制局に改めて相談をいたし、条例により政省令の特例を定めるのではなく、条例が必要とする国の複数の法令の改正を同時一括迅速に実現できるよう、特例的な手続きに関する規定を盛り込んでいます。次に、行政機関個人情報保護法との関係についてお尋ねがありました。行政機関個人情報保護法が、行政機関の保有する個人情報を行政機関以外のものに提供することを認める特別の理由としては、該当する個人情報を行政機関に提供する場合と同程度の公益性があることなどは必要とされています。現状ではスーパーシティであることが直ちに特別の理由に当たることにはならないと考えていますが、具体的には提供を要請された行政機関において、提供に係る個人情報の性質や利用目的等に即して個別に判断されるものと認識しています。次に、各地方公共団体の個人情報保護条例との関係についてお尋ねがございました。各地方公共団体が保有する個人情報は、地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき取り扱われていると承知しております。スーパーシティにおいても、各地方公共団体が保有する個人情報の提供の是非は、各地方公共団体において個人情報保護条例に基づき個別に判断されるものと認識しています。次に、他の都市への個人情報の流出についてのお尋ねがありました。本法案では、データ連携基盤整備事業者には、これまでと変わることなく、個人情報関連の法令遵守を求めることとなります。また、政府が定めるデータの
安全管理基準により、サイバーセキュリティ対策等を義務付けることとしています。このように個人情報の管理には法令や基準に基づき万全を期してまいります。次にデータの集積と活用についてお尋ねがありました。データ連携基盤は基本的にデータの蓄積を行うものではなく、それぞれのデータの活用についてはそれぞれのサービスを提供する事業者が担うことになります。その際、各事業者が個人情報をはじめ法令に規定された一定の手続きが必要なデータを扱う場合には、各個人の意向が十分に尊重されるよう、各事業者に当該法令の遵守が求められることになります。次にデータ連携基盤整備事業者の選定および監視についてのお尋ねがございました。データ連携基盤整備事業者をはじめとする事業者は、スーパーシティエリアの選定の後に設置される区域会議の構成員として公募等により選ばれることとなります。この公募は法の規定に基づいて内閣府自身で手続きを行い実施するものであり、この段階で事業者の選定の透明性を担保することとしています。また選定されたデータ連携基盤整備事業者には、これまでと変わることなく個人情報関連の法令遵守を求め、さらに政府が定めるデータの安全管理基準により、サイバーセキュリティ対策等を義務付けることとしています。このように内閣府としても、区域会議による確認を含め、個人情報の管理には法令や基準に基づき万全を期してまいります。さらに住民自治と民主主義の担保についてお尋ねがございました。区域会議が規制改革の案とともに、区域計画の案を内閣総理大臣に提出する際には、本法案に基づき住民その他の利害関係者の意向を踏まえる必要があります。具体的には内閣府や地方公共団体等を構成員とする区域会議で、実際に提供されるサービスの内容や範囲に応じて住民等の意向の適切な把握方法を十分に検討してまいります。国家戦略特区の立案における地方の声についてお尋ねがございました。国家戦略特区は地域からのさまざまな提案やニーズに基づき地方創生に資する規制改革を実現する制度でございます。例えば兵庫県の丹波篠山市における古民家の再生、あるいは兵庫県の養父市における遠隔服薬指導による過疎地への医療ニーズの対応、さらに秋田県の仙北市における農業体験を中心としたグリーンツーリズムの推進など、あらゆる機会を捉え、地域からのさまざまな提案やニーズを聞き取り、各地域ならではの特色を存分に生かした地方創生を進めてきました。今後とも地域の提案やニーズにしっかりと応えながら、規制改革を着実に実現してまいります。最後に、国家戦略特区制度の公平性、透明性、およびその廃止についてお尋ねがございました。獣医学部の新設をめぐっては、法令にのっとり、一貫してオープンなプロセスで進められてきており、その選定のプロセスにおいては、民間有識者も一点の曇りもないと述べておられると承知しております。今後とも適切かつ透明な国家戦略特区制度の運営に努めてまいります。以上であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。加藤勝信厚生労働大臣。
福島瑞穂議員にお答えいたします。新型コロナウイルス感染症に関する相談受診の目安についてお尋ねがありました。相談受診の目安は、特に高齢者や基礎疾患のある方々などが確実に必要な診療につながるよう、専門家の方々の意見をご意見を踏まえ、どのような方がどのような場合に相談受診していただくのかの目安として示したものであります。しかしながら、この目安が PCR 検査の一つの基準のようになり、検査が受けられないなどのご指摘も踏まえ、繰り返し各都道府県等に対し通知をし、医師が必要と判断した方に対して検査を実施するよう周知に努めてきたところであります。国民の皆さんへの周知が足りなかったことについては真摯に反省するとともに、今回の見直しでは、季節の変化によりインフルエンザなど他の風邪のような症状のある疾患が減少してきた状況なども勘案し、専門家のご意見も踏まえ、すぐにご相談いただきたい場合を分かりやすく整理するとともに、これらに該当しなくても相談は可能であること、この目安は国民の皆さんが相談受診する目安であり、検査については医師が個別に判断していくことを明確にしたものであります。引き続き国民の皆様への分かりやすい情報発信に努めていくとともに、医師が必要と判断した方が確実に検査が受けられるように努めてまいります。森雅子法務大臣。福島瑞穂議員にお答えをいたします。検察庁法改正法案についてお尋ねがありました。今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引き上げに合わせて、検察官についても定年を65歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制およびその特例と同様の制度を導入するなどするものであり、本来的に検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察官の独立性を害さず、三権分立に違反するものでもありません。また同改正法案においては、検察官の勤務延長等にあたって、その要件となる自由を事前に明確化することとしており、内閣による恣意的な人事が行われるといったご懸念は当たりません。そして、今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限活用する点などにあり、検察庁法改正法案の趣旨目的も同様であって、黒川検事長の勤務延長とは関係がありません。同改正法案は、平成30年8月の人事院からの国家公務員の定年引き上げについての意見の申し出を受け、検討を進めてきたものです。インターネット上のさまざまなご意見は承知しており、国民の皆様のご理解が深まるよう、引き続き真摯にご説明してまいります。国会の審議の進め方については、国会において決定される事柄ですので、それに従ってまいります。